皆さんどうもこんにちは、ナフタレンです。今日も自宅サーバーの紹介をしていこうと思います。前回の自宅サーバー紹介動画は2023年5月に投稿したのでちょうど半年くらい前ですね。前回から大きく変わった点とすれば、サーバーラックが生えましたね。この APC のサーバーラックはヤフオクで送料込み2万円程度で落札しました。施錠されているので鍵を使って開けていきます。鍵には YouTuber のゼパさんをつけてます。前回の動画にはなかったですが、指規定者のユニフアイ、ドリーム、マシン、プロがあります。その下にはアライドテレシスの AT-X5102-8GTX があります。その下にはヤマハの NVR500 と現在は使用していない RTX1200 があります。その下にはテラステーションと NEC のサーバーがあります。そのさらに下段には PDU と UPS などがあります。電源系ですね。紹介し忘れてました、最上段には NEC の KVM があります。こちらは背面です。背面も見てみましょう。ケーブルの整理があまりできていなくてすみません。背面には主に富士通の KVM スイッチと PDU があります。KVM ケーブルの余剰がありすぎてかなり邪魔です。 NEC サーバーの背面には今は LAN ケーブルが3本しか刺さってませんが、新しいスイッチが届き次第配線する予定です。 SFP プラスの NIC も追加したのですが、 DROX-MOX が認識してくれず四苦八苦しています。今の構成をまとめると、APC 製のサーバーラック 18U、 NEC の KVM、 シスコ製のテレワーカーゲートウェイ、指規定製、ユニファイ、ドリーム、マシン、プロ、アライドテレシス製、 AT-X5102-8GTX、 パッチパネル、ヤマハ製、 RTX1200、 NVR500、 バフアロン、テラステーション、 NEC 製、エクスプレス5800、R120F、 1E、 NEC 製、エクスプレス5800、 R120F、 1E、 NEC 製、エクスプレス5800、 R120G、 1E、 DRITP、 LITE 製、 PDU、 サイバーパワー製、 UPS、 指規定製、 USP、 ストリプといった感じです。少し短いですが、今回のサーバー紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。